ただいまにディープメガトン級5分2ラウンドを行います。青コーナーマキシージムケニー中村、赤コーナーレンジャージム酒井ガオ、レフリー和田良学。はい、注目してください。続いて第5試合です。こちらもディープメガトン級5分2ラウンドの戦いです。酒井亮対ケニー中村の一戦。いや、2連続メガトンですよ。そうなんですよ、胸焼けしちゃいますよ、ね、そしてまだ後半にももう一カード、間にさっぱりしたの挟んでもらわないとちょっといいですね。フルコースが次々メインが続いていくような5分2ラウンドの戦いです。第1ラウンドが始まりました。ピンクのトランクスケニー中村、黒と黄色のスパッツ酒井亮です。なんかまあこの2人練習仲間ですね、もともと自分もちょっとお世話になってた場所でお二人が一緒に練習してるのも見たことありますし、はい、あ、そうですか。ちょっと複雑とまではいかないですけど、まあやるんだっていう印象がまずありますね。おお、ケニー中村の右、いいですね、先輩の顔をとつけるチャンスっていうところですね、やっぱり。まあ、練習で借りた胸、その恩を返すかのような。すごいです、このディープのオフィシャルのパンフレットで、はい、ケニー中村選手の説明文に、今大会では意地悪な先輩である酒井亮をマットに沈めることができるのかってオフィシャルで書いてありますね。果たしてそれは本当に意地悪なのかどうか、そうですね、キャラ付けなのか、おー、いいですね、思い切りのいいパンチを。ただちょっと今酒井選手の肘に当たっちゃったかなと思ってるんで、はい、やっぱり変な場所殴っちゃうと逆に拳が壊れちゃうので、はい、ちょっと酒井亮の左右、はい、打撃嫌がってますね少し、はい、ケニー選手の打撃もすごくまっすぐ伸ばせてていい打撃なんですけど、はい、ちょっと打撃をもらった時のリアクションがあんまり良くないですね。そのまま下がってしまって後ろに、はい、ガードを開けちゃうっていうのが見えてるので、はい、左のキック酒井亮、タイトルマッチにも挑戦した経験がある酒井亮。そうですね、酒井選手なんだかんだ言っても当て感は本当に素晴らしいものを持っていると思いますので、はい、そうですね、打撃に関しては本当に油断できないですね。メガトン級といえどもこう一つ丁寧な動きがあったりしますね。まさかの足を使って、はい、ステップワークするっていうのは、見た目に似合わず、はい、持ちですので。そうですね、ケニー選手ここまではちょっと組の展開は作ってないですね。はい、もともとケニー選手確かレスリングの実績もお持ちですし、まあ、かつ今マキシジムというところでしっかり組もやってると思いますので、ちょっと頭入っちゃいましたね。はい、もうちょっと組の展開もケニー選手作っていくんじゃないかなと思ってたんですけど、今のところはもう打撃でやってやろうっていう、はい、よっぽど殴りたいのかもしれないですね、もしかしたら何かが溜まっているものをぶつけていきたいのか。前蹴りは酒井亮、間合いを測ってパンチはケニー中村。うん、いいですね、ケニー選手のワンツーですとか、はい、コンビネーションもすごくしっかり練習されてるなって感じはするんですけど、はい、酒井亮は蹴りも入れながらという展開。やっぱりうまいですね。ちょっと効いてますね、組作りたいですけど、ダメだ。右のパンチから最後は膝を突き刺した。いや、やっぱりそうですね、パンチの当て感はすごいですね、はい、酒井亮が1ラウンドで後輩ケニー中村の挑戦を退けました。 TKO によりまして赤コーナー酒井亮選手の勝利でございます。ケニー中村も起き上がれずというところ、座り込んだ状態、お子さんを抱えております。いや、しかし今日
強烈な一撃でしたね。いやすごかったですね。やっぱりまあこの階級でかつあれだけしっかり打てているともう一発入ったらもうリカバリーは難しいですね、はい。ケニー中村の打撃も序盤、はい、すごくいい動きだったと思うんですが、はい、まあ、よく言うならもうちょっと組の動きですね。タックルですとかそういう動きも混ぜてくるとより打撃もいきましたし、はい、酒井選手も打撃を出しづらかったのかなと思いますね。打撃だけならという意識よりもそうですね、ケニー選手が付き合ってくれてたので酒井選手も打撃を出しやすかったことがここの結果につながってしまったかなと思いますね。強烈な一撃しっかり当ててケニー中村にダメージを与えました。担がれながらケニー中村がケージを降りていきます。いや、まあ、酒井亮もさすがと言いますかキャリアの違いも見せつけてというところ、ちょっと違いを見せつけた感じはしましたね。はい、マイクがあるようです。勝利者マイクです。皆さん久しぶりです、こんにちは。まずね言いたいことあって、佐々木さん、20周年おめでとうございます。言えなかったんでね。で、ケニー中村はね、いい選手なんですけど多分なんか2連敗したらやめるとか言ってたんですけどまだどんどん続けてって僕ね練習付き合いますんでまた仲直りしてしっかり切磋琢磨してやっていけたらいいと思います。あとね今日自分の会長をちょっと上げたいんでどうぞ。レンジャージムっていうジムに、ね、僕移籍して、皆さんちょっと結果が振るわなかったんですけど今年最後しっかり自分と午前中の中村がね締められたんで本当に最後本当に嬉しく思います。皆さん今日いい試合がまだまだ続くんでよろしくお願いします。会長ちょっと一言思います、ね、いきなり皆さんありがとうございました。これは酒井選手とレンジャージム応援よろしくお願いします。ありがとうございました。酒井選手に盛大な拍手を今一度お願いいたします。大会では中村雅人が勝利を挙げてというこのレンジャージム、酒井亮もしっかりと後輩ケニー中村を打ち下すそんな戦いとなりました。ケニー中村を酒井亮が一撃粉砕勝利を挙げています。